私、雛見沢文庫教諭の知恵と申します。北条里子さんはいらっしゃいますか？ああ、なんじゃよ踊れ。なんで踊れに里子合わせにゃならんねん。今日北条さんが学校をお休みしましたけれど、連絡がなかったもので何かあったのかと思いお伺いさせていただきました。ん？学校？はい、里子ちゃんはいますか？ちょっとお話ししたいことがあるのですが。ああ、風邪なんね。そうそう、里子は風邪で熱出しとるんですわ。プリントとかをお渡ししたいので、ちょっとだけお話しすることはできませんか？ドアホ、踊れ話聞いてなかったんかい。里子は風邪じゃ。うねっとるね。それ合わせられるかい、バゲ。そうですか。明日は登校できそうですか？知るかいな、そんなもん。明日になってみなきゃわからんわ、このクソボケ。そうですか。わかりました。では里子ちゃんによろしくお伝えください。失礼します。ごんまんおもろないばっかね。ちくしょう、里子のバカ。多分そうだろうとは思ったんだけどね。サトコは、サトシがいなくなったのは、自分に耐える力がなくて兄に甘えすぎたせいだとずっと後悔していた。だから、誰の助けも借りずに耐え忍ぶことが、1年前の自分への罪滅ぼしになるなんて思ってるってのか？クソ、バカが。シオンのやつ、がっくり来てただろう。サトコがサトシに義理立てして助けを求めないように、シオンもサトシに義理立てしてサトコを救おうと躍起になっているとこがあるから、
短期を起こそうって気はとりあえずなくなったみたいだけど、がっくりしてるよ。今この場で愚痴っても仕方ねえが、サトシは本当にどこに行っちまったんだよ。妹の危機だってのにどこに行っちまったんだ。わからないとしか言えないよ。そうだな、すまん。サトシが帰ってきてくれれば、サトシが解決してくれるだろうなんて、それこそシオンの言う通り、他力本願の極みだぜ。誰かが助けに来てくれるのを期待するんじゃない。助けるんだ、俺たちが。そうだね。私たちにできる努力をしないといけないよ。しかし、園崎家もさすがだな。夕方の話をその場にはもうキャッチしてるってんだからさ。まあまあ、そこは国家機密ということで。情報をくれた人は今回の件どうするのがベストだとか助言はくれなかったか。熱くならずにしばらく様子を見てみようって言われちゃったよ。なんだよそりゃ。ミオ、お前サトコがどういう状況か話したんだろ。でミオンに怒鳴ることじゃねえな。すまんすまん。わかった。とにかく最初の手は打ったもんな。次の手はすぐに考えようぜ。明日は全員で会議しよう。俺たちは最強の部活メンバーだぞ。今までもっと条件の悪い戦いを遊びのようにくぐってきたさ。俺たちは絶対に佐藤を救い出す。じゃあ、私はこれからリカちゃんに電話するよ。ケイちゃんはレナに電話してくれないかな。おう、わかったぜ。レナか。今日のあいつ、シオンと堂々やり合ってたな。それに、いいことも言ってたぜ。土壇場で骨のあるやつだよな。うん。レナは昔からここ一番では絶対に曲げないんだよ。でも、いいことならケイちゃんも言ってたよ。ちょっとかっこよかったかもだね。今更だが、ちょいと照れることを言っちまったように思うな。なんだか恥ずかしいぜ。じゃあこれで切るね。レナもきっと連絡を待ってると思う。申し訳ないけどよろしく頼むね。おう。
リカちゃんの方にもよろしくな。誰もが辛いが、多分リカちゃんはもっともっと辛いと思う。もしもし、レナか。お前、受話器の前でずっと待ってただろう。うん。なかなか連絡がないし、みーちゃんのところにかけても話し中だしで困ってたんだよ。その話中は多分、俺と電話をしてたからだろう。ミオンは、今はリカちゃんに電話してくれてる。役割分担ってことで、レナには俺から伝えるように言われてる。だから俺が状況を説明するぜ。うん。相談所の人はやっぱり様子見？ああ、残念だがそういうことらしい。すっごい悔しいけど、多分そうだろうと思ってたからね。向こうの言い分はこう？とにかく連中には危機感が足りねえんだよな。このまま里子を放っておいたらどういうことになるかが分かってないんだ。圭一君ってちょっとすごいなって思う。ん？どうしてだ？だって圭一君って転校してきたばかりなんだよ。里子ちゃんと知り合って半年も経ってないはずなのに、これだけ親身になって里子ちゃんのことを考えることができて、そして去年の里子ちゃんがどんな状況だったか見たことがないにもかかわらず、里子ちゃんがどんな辛い思いをしたか想像することができる。圭一君が普通の人だったなら、多分私たちが騒ぐのに対しきっとこう言ってるよ。まだ1日目だろ、しばらく様子を見てみようぜって。そんなのちょっと想像すりゃ分かることじゃねえかよ。それにみんなから去年の里子がどうだったかってことは少なからず聞いてる。それから考えれば一刻の猶予もないことなんて簡単に想像がつくよ。それはきっとすごいことだと思う。今日、しーちゃんが乱暴なことを言いながら教室から出て行こうとしたとき、圭一君はそれを許さなかったよね。そして圭一君が言った言葉が深かった。なかなか男の子が言えることじゃないよ。それどころかごめんね。しーちゃんが言い出すようなことは圭一君が言い出すんじゃないかと。
俺はそこまで想像できたから、シオンのように口に出して言うには及ばなかっただけさ。もしそこまで想像が及ばなかったら、俺もシオンに同調して殺せ殺せって騒いでいた可能性は高いな。そうなってたらもうどうにもならなかったね。ケイチ君の想像力が豊かでよかったかな、かな。そうだな。どういうことをしたらどういう結果になるか、よく想像するべきだよな。うん。想像力のない大人になっちゃったら大変だからね。ケイチ君は冷静ないい大人になれると思うよ。あれは想像の中だったのかな。なんだかさ、そういうイフの世界が他にもあったんじゃないかって思うんだよ。想像力が本当に豊かな人は、あらゆる可能性の世界を垣間見ることができるっていうもんね。だから、ケイチ君が本当に悩んで、未来を見据えた結果の想像ならば、それは単なる想像の世界ではなく、確かにあり得た別の可能性の世界の情景なんだと思うよ。その別の世界でも、相談所への通報は様子見で終わるんだ。それでその後、サトコは一時的に学校に登校するようになるんだが、何日もしないうちに壊れてしまうんだ。俺の想像の世界では、サトコは頭を撫でたら壊れた。俺の手が叔父の手に見えたのかもしれない。俺の手を払いのけて、泣きながらカーテンの束を抱いて、ニーニー、ニーニーって叫んでたよ。ニーニーって呼び方、誰に聞いたの？え？さあな。誰かに聞いたんだろうな。サトコがサトシを呼ぶ時の呼び方だろ。それがさ、本当に胸がかきむしられるような泣き方なんだ。俺は慰めてやりたいのに近寄ることもできない。俺が近寄ろうとすると叔父の姿に見えるらしくて、余計泣き叫ぶんだ。やっぱりケイチ君はすごいね。それはとても想像の中のこととは思えない。去年のサトコちゃんは本当にそうだった。私やミーちゃんなんかはよく覚えてるから想像がつくことだけど、転校してきてまだそんなに経っていないケイチ君がそこまで考えることができるなんて、本当にケイチ君はすごいよ。だからケイチ君は私たちと危機感がずれていないんだね。じゃあレナも同じなのか。ケイチ君ほどはっきりとは見えないけれど、このままサトコちゃんを救えずに時間を過ごせば、きっと何日もしないうちにサトコちゃんは壊れてしまうと思う。ケイチ君が言うような形でニーニーって言いながらカーテンを抱いて泣き叫ぶと思う。その時私たちはきっと思い知る。無力であることが罪なのではない、何もしないことが罪なんだって思い知る。あれ、私の想像の中の話なのにね。本当に悲しくて涙が出てきた。
うだよね。まだ1日しか経ってないって言われたら言い返せないもんね。風邪なんかでお薬をもらうときと同じ、 2,3 日様子を見てみましょうってことになるもんね。でな、俺たちはこの危機感にもっと素直でいいと思う。一刻の猶予もない。きっと聡子を助け出そう。うん、私たちは一人一人では何も思いつけないけれど、みんなで一緒に考えればきっとすごい力を生み出せる。ずっと昔、私が一人で悩んで何か悲しい思いをした時、誰かにそう教えてもらった。今こそそれを実践する時なんだと思う。そうだな。誰だか知らんが、レナにそれを教えた奴は立派な奴だな。しーちゃんの前に立ちふさがったとき、ケイチ君は言ったね。俺を信じろ。今は思いつかないが、きっと最善手を思いつくからって。私は信じるからね。ケイチ君は、きっと最善手を思いつく。なんだよ、俺だけに任せるなよ。いいアイデアは引き続き募集中だぜ。うん、そういう意味じゃないよ。私は何があっても仲間を信じるよ。絶対信じる。私たちはきっとさとこちゃんを救えるって信じてる。だから絶対に短絡的な手段には訴えない。ああ、そうだな。きっと俺たちはさとこを救い出せる。信じろ。俺も信じる。明日みんなで集まって会議をしよう。実際に通報してくれた千恵先生も何か話を聞いてるかもしれないからな。俺たちは子供だから次の手が思いつかないが、大人ならいい手を知ってるかもしれない。うん、そうだね。もうこれしか手がないなんて浅はかの極みだからね。そうさ、手がないなんて努力しない奴の言い訳だ。手はある。絶対にあるんだ。だから俺たち自身に手がなくても、その手を探すことを決して諦めない。うん、諦めない。ケイチ君と話していると、どんなめちゃくちゃなことになっても絶対に打ち破れるって気がする。ケイチ君にはそういう力強さと頼もしさがあるよ。だからケイチ君と話をしているとどんどん勇気が出てくる。私たちは必ずさとこちゃんを救い出せるんだって
元気になってくる。俺はレナから冷静さ、レナは俺から元気か。なるほど、お互いにうまく補完し合っている関係だな。理想的じゃないか。そしてみーちゃんには園崎家という強い力がありながらも打たれ弱い心がある。でもそこはレナとケイチ君できっと補ってあげられると思う。そうだな、俺たちメンバーは子として最強、揃えば無敵だ。うん、そうだよ。一番打ちのめされていて、戦う気力すらも失ってしまっている。でも私たちが戦う姿を見ていればきっと気力を取り戻してくれると思うよ。そうだな、リカちゃんが戦う気力を取り戻してくれればますますに俺たちは無敵だぜ。とにかく明日だ。校長も交えて次にどういう手があるのか考えようぜ。いろんな人を巻き込んで助力を得てみよう。とにかく最善手を探そう。それこそが今の俺たちにできる最善手だ。うん。お風呂が開いたわよ。早く入りなさい。いいよ、母さんが先に入りなよ。圭一も早く入りなさい。今日の入浴剤は本物の温泉でも使ってる業務用だから気持ちいいぞ。本物の温泉には入浴剤って入ってないと思うけどな。はっはっはっは。風呂上がりの牛乳がうまい。父さんさ、実はちょっと相談があるんだけど。ん？なんだなんだ、今度のお祭りの叩き売りオークションのことか。父さんも応援してるからな。そういえば実行委員会の会合はいつだったっけ。父さんも呼ばれてたな。ちゃんと予定表に書いておかないとな。あ、その件じゃないんだよ。実はクラスメートがちょっと大変なことになってて。
圭一、闇討ちなんて考えちゃダメよ。考えてないよ。というか、そんなこと考えてたら親に相談なんかしないよ。それもそうね。圭一のことだから完全犯罪ってどんな方法があるって聞いてきそうな気がしたものだから。圭一が正しいぞ。世の中には戦いがたくさんあるが、ルールに従って戦うのが大切だ。ルールを違反する人は誰も助けてくれないし、褒めてもくれない。ちゃんとルールにのっとって喧嘩をしなくちゃダメだ。喧嘩にルールもへったくれもないと思うけどな。で、どう？何か手があったら教えてほしいんだけど。だとしたら訴えていくしかないな。訴える？裁判？圭一、裁判は当事者同士の話し合いがつかないとき、その裁定を求める場でしょ。その前の段階を踏まなくちゃ。日常生活の保全と問題解決は生活相談所の管轄と決まってる。そしてその相談所の判断に不服なら、沖ノ宮の生活相談所に訴えるんだよ、俺たちが。佐藤とおじの関係はそんなのんびりしたものじゃないってこと、誰よりも事情を知る俺たちが説明していかなくちゃならないだろう。そうだよね。相談所の人が私たちと同じくらいに里子ちゃんの置かれている状況を理解しているとは思えないもの。もし状況の認識に誤解があるなら、私たちが説明してその誤解を解かなくちゃ。なるほど、真正面からの正攻法ってわけか。どうでしょうね。意味ないんじゃないですか。意味がないかどうかは試さなくちゃわからないことだろう。やる前から諦めるなんて負け犬の発想だぞ。できる手は全て試すんだ。昨日校長も教えてくれたぜ。どうせダメだと言って諦めた時、戦う前から俺たちは敗北するんだ。シオンは里子を助け出すつもりで短絡的な手段に訴えるのも辞さないと、メラメラ真っ赤に燃え盛ってる。でもな、本当に熱い炎ってのは青くて静かなんだ。決して諦めるな。俺たちにできる全ての手を尽くすんだ。どうですか先生、俺間違ったことを言ってますか？いいえ、間違ったことは言っていません。よく冷静に考えましたね。ひょっとしたら闇討ちしようなんてとんでもない話を言い出さないか先生ちょっと不安でした。先生も本当は様子見をするべきであると考えていました。でも皆さんの訴えや去年の話をいろいろと思い出すうちに、里子ちゃんの問題が一刻の猶予もないということを理解できました。人は訴えによって考えを変えることがあります。それは沖ノ宮の相談所とて同じです。訴えれば判断が覆ることもあるかもしれない。どう？しーちゃん、一人で膝を抱えて悩むくらいなら私たちと一緒に戦わない？誰が膝を抱いてるんですか？私、泣き寝入りなんてしませんってば。
なんだなんだ、シオンの狼狽が激しいな。ひょっとしてビンゴだな。失礼だ。いいですよ、レナさんの提案賛成です。行こうじゃないですか。それでもひよったことを言いやがったら鼻の骨をへし折ってやる。鼻の骨はまずいが心意気は上等だぜ。シオンも一晩頭を冷やして少し炎を青くできたようだな。私はサトコを救うために本気なだけです。とにかくソード決まったら躊躇せずに実行しよう。行くべき場所は分かってる。受付の時間は夕方5時15分まで。相手が相手だからね、喧嘩腰はダメだよ。あくまでも冷静にね。交渉するときは決して値を上げないこと。絶対にこれ以上は言っても埒が明かないなんて思って屈服しちゃダメ。しっかり全ての言い分を言い終わるまで粘るんだよ。何よね、私に言ってるんですか？私を誰だと思ってるんですか？相手を口説くのが目的なら嘘泣きだろうとこびまくりだろうと私は何だってやりますよ。みーちゃん、沖ノ宮のお役所のこと詳しいね。私を誰だと思ってんの？市長懇親会メンバーにして姿勢モニター会員、園崎お涼の代理だよ。お役所の人と話をすることなんてしょっちゅうだって。なあミオ、そのザッキの方からいわゆる別のルートを使って働きかけるってことはできないのか？